まさかとは思うけど、この雨あんたの仕業じゃないでしょうね。残念ながら私は白だよ。そうならいいけど。いやいや全然良くないよ。私は今すっごく困ってるんだ。どういうこと？こんなところで立ち話してのもなんだし、場所を変えようよ。場所を変えるってどこへ行く気？いいからいいから、ちょっとそこの沼までね。貯蔵して好きな時に使うことができる素晴らしい発明さ。貯蔵したエネルギーを循環させて新たなエネルギーを生み出すこともできるんだ。それにより半永久的にエネルギーを得ることが可能になる。試作品の段階では等身大の人形を動かすくらいのエネルギーしか生み出せなかったんだ。降臨堂の店主からもっと大量のエネルギーを生み出せるようにしてほしいって言われてね。工房にこもってひたすら研究をしていたんだよ。でようやくその目処が立ったから美容師の相談をしたかったんだけど。凛之助さんに会えずに困っていた。そういうこと。しばらくは会えないと思うのよ。少なくとも異変が解決するまではね。そっか、新しい技術を早く試してみたかったんだけどな。新しい技術？うん、最近幻想入りしてきたんだ。リキの装置を同調稼働させることでエネルギー生成量を異常化させるって技術なんだけど。どうだい？すごいだろう。私に熱弁されてもわからないわ。こんなにすごい技術が幻想入りするなんて。外の世界の技術革新は驚異的だと言わざるを得ないね。外の世界ではコンピューターって式金が勝手に発明を作ってたりしてね。どんどん学習していって勝手にすごいものを作ってくれるとか。君は本当に適当なことを言うね。そんなデバイスやビルダーがあったら私たちなんて必要なくなっちゃうよ。よく知りもしないくせに親顔でにわか知識をひけらかさないでほしいな。ひどい。何もそこまで言わなくても。ああ悪かったよ。確かにそういう可能性もあるかもしれないね。そんなこと思ってもないくせに。だから悪かったって。頼むから機嫌を直しておくれよ。よかったらここで一休みしていかない？
HP や力の回復はもちろん、お腹もいっぱいになるよ。どこかで聞いたようなセリフね。ちなみに宿泊施設を使うにはお金が必要だから注意してね。どうせそんなことだろうと思ったわよ。ここは幻想郷のどこよりも異質な場所だな。君は誰？いつからここにいたの？お主、地味にひどいことを言うな。言っておくが、我は最初からここにいたぞ。じゃあ、レイムの友達かな？いや、全然。そうだな、友と呼んでも過言ではないかもしれない。そっか、じゃあ君も私の盟友だね。なぜそうなるのだ？レイムは私の盟友だもん。レイムの友達は私にとっても友達だよ。なるほど。盟友の証として君もこの施設を自由に使っておくれよ。まあお金はかかるけどね。おお、お主はすごくいいやつじゃな。他にも必要なものがあったら遠慮なく相談してよね。格安で提供するよ。うむ、世話になるぞ。単純ね。かむられなきゃいいけど。初対面だと思ってたけど、ひょっとして前に何度か会ったことがある？さあ、我の記憶にはないな。だが友達であるお主がそう思うのならそうなのかもしれん。適当な子だな。宗教戦争や糸フュージョンのテスト中にあったような気がしたんだけど。まあいっか。うむ、まあいいのだ。あはははは。ところでさ、一つ質問があるんだけど、この発明に見覚えはない？ニトフュージョンの初号機じゃないか。人に貸したままだったの、すっかり忘れていたよ。ん？なんだろう、中からカラカラと音がするね。わあ、こりゃひどい。泥が詰まって回路がめちゃくちゃになってるよ。でもどういうわけか構成機能だけは無事みたいだね。それ直せるかしら？消防機能に関してはなんとかなると思う。でも連星機能の方は今すぐどうにかできるレベルじゃないね。じゃあできる範囲でいいから直してもらえない？けどさ、システムチェック開始。10、30、55、70、90、95、コンプリート。私の発明はデリケートなんだからもっと大事に扱ってよね。まあ善処するわ。期待した私がバカだった。これからは定期的にメンテナンスをしに行くことにするよ。